交流戦を勝ち越し、7月は追い上げムードになりましたが、その後勝ったり負けたりで調子が上がらない巨人。阪神が10連勝している間にゲーム差が開き、3位狙い切り替えを余儀なくされることになりました。今期の原監督は3年契約の2年目ですが、たびたび起こっている監督交代論が現実味を帯びてきました。8月16日中日戦でやっても無駄な謎のリクエスト事件が起こりました。このほか、いつも入れてるコンタクトレンズを外してあえて見えない状態で試合に臨むなど、普通のファンでは理解できない珍現象が起こっています。今回の動画では原政権が今一つ盛り上がらず、巨人が低迷する理由と、原監督が辞任するとしたら後任は誰になるのか、次期監督候補7人を検証していきます。なぜ原監督の退任論が出てくるのか。来年も原監督が指揮を取ることは既定路線ですが、なぜ原監督の退任論が出てくるのでしょうか。それは原政権の風通しの悪さ、閉塞感が挙げられます。8月16日中日戦、1点ビハインド3回の攻撃、2アウト1・2塁、3番坂本の打球はサードゴロ。中日のサード石川昂弥はフォースアウトを狙い2塁に送球。一度ボールを握り直したため微妙なタイミングも判定はアウト。二塁ベースカバーに入った石垣はアウトの確信ができず、念のため併殺の要領で一塁へ送球。打者走者の坂本は明らかなタイミングでアウト。先発の小笠原や内野陣がベンチへ引き上げましたが、なんとここで原監督が二塁の判定についてリクエストしました。二塁がセーフになったとしても一塁はアウトでチェンジが成立します。一塁ベンチの中日コーチ陣、立浪監督が一斉に一塁ベースを指さして、一塁はアウトでしょうと声を上げて抗議。中日ナインは意味不明のリクエストに明らかに困惑していました。リプレイ検証の結果、当初の判定通りにアウトとなったものの、ドームは騒然。謎のリクエストでしたが、スポーツ各紙によると、試合後に原監督は、ファーストを見ていなくてね、一応リクエストさせてもらったと説明しました。原監督はこの日コンタクトを入れていなかったため、打者走者のアウト、セーフが見えていなかった可能性がありました。ここで問題となるのは、リクエストしても無意味だと周囲のコーチ陣が誰も指摘できなかったのかです。優勝した2008年には、作戦面で井原、投手面で尾花といったベテランの参謀がいました。河合総合コーチもヘッドだった2015年頃は積極的に原監督に意見していました。今回の件で阿部ヘッド、元木作戦コーチ、大久保コーチは指摘できなかったのか。もし指摘していたら、石井拓郎コーチのように更迭されてしまうと想像していたのかと勘ぐってしまう一件でした。現役時代にセリーグでタイトルの獲得経験のある某プロ野球 OB は、巨人が低迷している問題を如実に表した事件と指摘。2回しかない大事なリクエストを使う際には、まずベンチ内で他コーチの意見を聞くのが鉄則。冷静に判断して原監督の明らかな間違いを正すコーチがベンチ内にいなかったのか。阿部ヘッド、元木作戦コーチ、大久保打撃コーチらは何をしていたのか。さすがに誰一人このリクエストが無駄だということに気がつかなかったということはないだろう。つまり原監督に意見のできるコーチが一人も今の巨人のベンチにいないという現実をさらけ出した。原監督の独裁政権でイエスマンばかりが周りに揃っているということ。原監督が裸の王様ではベンチは正しく機能しない。巨人の OB 広岡達郎氏が、信念を持って選手を根気強く指導できていないコーチ陣に問題がある、原に何も意見ができない、そこが B クラス低迷の理由と長らく指摘していましたが、それが露呈してしまいました。以前から原監督を止める人がいないと言われていました。あるスポーツ記者は、原監督は口うるさいコーチは一軍から追い出してイエスマンばかり置く、
昨年は一軍投手コーチだった桑田が投手の起用法で意見したが、ファーム総監督へ配置転換されたと言っています。指導力がある石井拓郎コーチもわざわざ招聘して獲得したのに、原監督に意見した影響で3軍に配置転換、そのまま退団しました。勝てないことはもとより、ベンチの風通しの悪さが指摘されている現状で、若い監督に交代してほしいという声が出続けています。次期監督は規定路線の阿部慎之助監督になるのか。2019年に現役引退した阿部慎之助ヘッドは、2軍監督を経験した後1軍ヘッドになりました。次は阿部監督になってもいいところですが、阿部監督待望論が湧いていません。その理由についてプロ野球担当記者は語っています。原因は原監督の色がついていると感じられるからでしょう。2021年の夏に中田翔を無償トレードで獲得して、いきなりスタメンで使ったあたりから原監督の求心力は落ちていき、実際にチームも勝てなくなりました。つまり阿部コーチが一軍のコーチになったあたりから巨人は低迷している。阿部コーチの責任ではないと思いますが、あえて監督に昇格させる理由も見当たらない。捕手の大城卓三、秋広優斗たち若手が結果を出しつつある。これは阿部コーチの実績として評価されてもいいですが、それならバッテリーコーチや打撃コーチでいいという見方もあるのかもしれません。さらに阿部コーチの言動からは、昭和の厳しい指導者を良しとする考え方も感じ取れる。もちろん阿部ヘッドも今の時代それでは選手がついてこないとは分かっています。昭和のやり方だけではいけないという発言をたびたびしていますが、昭和の良さを強調する言葉も目立ちます。言外に今の選手への不満が感じられます。そこら辺がファンの不安を生んでいそうです。阿部は、今の若い子たちは態度で見せないとついてこないと身をもってダイエットを敢行、見事に痩せてみせました。別の見方もあります。1981年入団の原辰徳から2001年入団の阿部慎之助への移行は年代が飛びすぎている。その前に1986年入団の桑田真澄や1993年入団の松井秀喜が指揮を取る姿を見てみたい。阿部監督はその後でも十分と考えるファンはいる。今年桑田さんは55歳、松井さんは49歳、阿部さんは44歳です。例えば桑田さんが監督になった場合、その野球理論がどこまで通用するのか見てみたい。選手に寄り添う桑田さんは現代に合った指導者とも考えられる。確かにその通りです。さらに CS 進出を逃して監督交代になる場合、本来責任を取るべきコーチ陣からそのまま昇格というのではチームが刷新されません。原監督が陰性を敷いて阿部に影響力を持ちそうです。変わり映えしないチームになります。桑田ファーム総監督の昇格で心機一転という選択肢はありそうです。原監督が交代するとしたら、ファンは新体制に夢を描きます。理論派、ロマン派監督が人気になりそうです。次期監督7選を考察。1人目は最有力の阿部ヘッド、2人目はみんなが見てみたい永遠の監督候補松井秀喜。機運も高まっています。在京テレビ局スポーツ担当は、背番号55の選手は何々ゴジラと呼ばれる時期もあった。しかし松井氏を超えるまでの活躍ができず、いつの間にか名称も自然消滅した。ようやく巨人にその番号が似合いそうな秋広優斗が現れた。このタイミングで元祖ゴジラが再注目されていると語ります。松井氏は今もファンから支持されていますが、球団内部からも松井秀喜監督誕生への待望論が高まっているといいます。松井は石橋貴明との対談で、ヤンキースのピンストライプを着たいですかとの問いに、今のところあまり考えてないですと回答。コーチについて、岡本たちに教えるのは楽しいです。
難しい面もありますけど、良くなるな、良くなったなぁと思うと嬉しいです。結果が出ると嬉しいですとコメント。松井は教えることを楽しいと思っています。松井は巨人時代、東京ドームの芝が硬かったことだけが原因ではないでしょうけど、膝を怪我しました。将来的に35年経過し、老朽化した東京ドームの改修、柔らかい人工芝にすることを手土産に、監督に打診する可能性はあります。松井は昨今の巨人を取り巻く環境には頭を痛めているとも聞く。また、松井氏の巨人のユニフォーム姿が見たいと言っている恩師長嶋茂雄氏は高齢で心配な部分もある。松井は責任感の強い男だけに日本球界への最後の恩返しを考えている可能性もあると言います。さらに元巨人担当記者は、松井を動かせるのはミスターしかいません。時折東京ドームにも姿を見せています。発言権や判断能力が確かなうちに、球団に対して松井監督の就任を強く要望すれば、長嶋茂雄の声は鶴の一声ですから、球団としても動きやすくなるでしょう。ミスターの入院中、家族以外で病室を見舞うことが許されたのは鍋常氏と松井の2人だけという話も聞きます。国民栄誉賞も松井は誇示するつもりでした。ミスターが受賞しにくくなるのは避けたいという理由で受けたと言われると、松井は常に長嶋さんを気遣っています。松井が巨人の監督に就任した場合、原監督の影響を受けませんから、思い切った改革ができそうです。3人目、実績ある理論派監督。3人目は桑田真澄ファーム総監督。桑田は昨年春、大勢は怪我持ちで体が完成していないこともあり、抑えが向いていると原監督に提案しました。その読みが見事に的中、抑えとして大活躍しました。桑田は昨シーズン、大勢の3連投をめぐり原監督と激しく議論。それが原因で1軍からファーム総監督に異動になったと言われていますが、今季の山崎伊織の大ブレイクにも一役買っています。山崎はファームに落ちた時に桑田総監督に声をかけられ、その言葉が心に残っていると言います。山崎は桑田から、人間はできないのではない、やり方を知らないだけだと言われて以来、山崎は意味を考えながら練習してきました。二軍に落ちた今季の春キャンプも桑田から言葉をかけられ、自信がつき、考え方が変わり、ピッチングにも現れました。今季は戸郷に次ぐ9勝目、2番手投手に成長しました。桑田は原グループではありません。桑田も現在の体制を変えてくれそうだということで機運が高まっています。次期監督として文句のない人生になりそうです。桑田政権の時に一度松井秀喜がコーチを経験し、その後に松井が監督になるよう前乗するという流れもありそうです。4人目は河合雅弘総合コーチです。巨人の若手を育て上げた実績をファンからも評価されています。2軍3軍監督の時にも関わっていた秋広優斗が挙げられます。一軍に上がってからも試合前のファースト守備練習でマンツーマン指導をしています。亀井コーチが秋広のバントを指導している時も、河合が後ろから見守る姿が見られました。お前が求められる選手になるまで俺も手伝うと選手愛にあふれています。中山礼都も河合のマンツーマン守備特訓を受けました。板グラブや小さいグラブで捕球の感触を体感して守備力向上を図りました。昨年は坂本の代わりに起用されましたが、データで見ても守備範囲が狭く、エラーは3つですが目に見えないミスがありました。しかし今年はセカンドでのファインプレーがあり、球際に強くなった印象です。そしてファインプレーを連発している門脇誠、沖縄キャンプでの河合塾を通して、一番食らいついてきたのは門脇と河合は評価。原監督をしてストロング門脇と言わしめたルーキーですが、
自分から練習を志願してきたと言います。河合は、彼は守備で生きていける、内容的にもいいと門脇を絶賛していましたが、現在なんとか門脇を使いたいということで、原監督は岡本をファーストかレフトに回し、サードに門脇を置くことがあります。実際にその通りになりましたね。河合の見る目がよく分かった一例でした。河合は現役時代に己を律した野球への取り組みで一時代を築いた名選手で、現代には少々厳しい教えと言えそうですが、中田翔の守備をうまいね、さすがだね、ファーストの捕球もうまいと褒める部分は褒めて、選手のモチベーションを上げています。チームは昨年の秋季キャンプから河合が基礎反復と個の向上を掲げました。坂本、岡本たちベテランであっても捕球動作などの基礎練習を徹底しました。どんぐりスローや板グラブを使った一見変わった練習法を河合塾で行いました。板グラブについて河合は、普通のグラブだと楽をしてシングルやグラブの先で取っちゃう、でも板グラブだと足を運び体の正面で取って逆の手を上からかぶせないと捕球できない、秋だからこそ捕球の基本からやっていると秋だからこそできるメニューを選手に課しました。沖縄キャンプでも河合クリニックを開講、空いている時間を使って基本練習は継続、妥協はしませんと、昨年リーグ5位の82失策と崩壊した守備を改善することに努めました。原監督も守備においても河合コーチが毎日毎日同じ秋からずっとやってる反復練習を日々選手たちも興味深く取り組んだと、キャンプ MVP に河合を選び評価。その結果、チーム失策数38はセリーグ最小、見事に守り勝てる土壌を作り出しています。今年の巨人は得点407で阪神に次いでリーグ2位、本塁打数は128でダントツトップ。その一方で防御率 3.49 はリーグ5位、バント失敗、走塁ミスなどの細かいミスが未だに目立ちます。7月22日 DeNA 対巨人、巨人1点リードの3回、ノーアウト 1、2 塁で打者は3番の秋広、ベンチから送りバントのサインが出ましたがバント失敗、ここは打たせてと SNS で声が上がり、実際にあそこは打たせて欲しかったと思った声は多かったですが、結果として相手にアウトを一つ進呈してしまいました。河合は中日上昇時代に落合監督の下でプレー、その後中日二軍監督を経験、巨人に復帰後一軍ヘッドを務め、原監督が WBC の監督をしている間、巨人の監督代行を務めました。2015年10月、公認監督候補に名前が挙がりましたが、最終的に高橋由伸が監督に就任、河合コーチは三軍監督に就任しています。実績十分でそろそろ河合政権が組閣されても良い頃です。河合ジャイアンツならみんなが納得する采配を振るいそうですね。5人目、5人目は新岡智弘2軍監督です。日本ハムを引退後、高橋由伸監督の下で打撃コーチに就任しました。今年の新岡は2軍から1軍に選手を送り込んでいます。オリックスにトレードされた広岡大志も打率3割6分1厘、本塁打4をマークし1軍に昇格しました。ドラフト2位の萩尾雅也が2軍で打率2割9分6厘、本塁打4、新岡は萩尾の T に付き添い、萩尾の持ち味である逆方向への打撃を再確認。岡田悠希も2軍で2割9分、本塁打11とパワーを見せつけて好調をアピール。ドラフト1位の浅野翔吾は2軍で打率2割5分4厘、本塁打5でしたが、広島戦で1軍初本塁打を放ちました。ジャイアンツの未来を背負って立つ選手を1軍に送り込みました。原監督も新岡に期待しています。新岡もファームで選手を厳しく指導しています。非常によくやっていると思います。
あとはもうちょっとサービス精神が欲しいね。監督は野球をやっていればいいってところが少しある。ファンにもメディアにももう少しサービス精神があるといい。新岡はリーダーシップも持っているし、指導者としていいものを持っている。視点も面白いしね。ただそこはもう少し勉強してほしいね。新岡の真面目な一面がわかりますね。6人目、育成の実績ならこの人。6人目は DeNA 初代監督の中畑清です。中畑は暗黒時代真っ只中だった DeNA 選手たちの意識改革から行います。挨拶の大切さから指導しました。選手がホームランを打った時は自ら率先して大喜び、試合終了後の記者会見も行いました。山崎康明を抑えに抜擢、筒香義知、梶谷隆之、桑原正幸を育て上げるなどチーム力の底上げをしました。中日戦での謎のリクエストがあった際も、中畑がヘッドだったら真っ先に指摘したことでしょう。巨人ファンは原監督の影響力が及ばない監督を見たいと思っています。育成力も実績もある中畑が監督になっても面白いのではないでしょうか。7人目、上昇時代を知る優勝請負人。7人目は元ソフトバンク監督で巨人 OB である工藤公康です。侍ジャパン新監督の大本命と言われる工藤ですが、すんなり決まらないと言います。それは奥さんが侍ジャパンの監督就任を躊躇していることと、古巣ソフトバンクの監督要請があるかもしれないからです。スポーツ紙デスクは、大谷翔平らを擁して世界一を奪還した栗山英樹監督の後任は優勝しか許されない、リスクこそあれメリットは皆無で、奥さんが懸念するのも無理はないと言います。今の藤本博史監督は2年目ですが、昨季は首位とゲーム差なしの2位、今季は近藤健介、有原康平、ロッテの守護神だったロベルト・オスナを獲得したのに現在3位、圧倒的戦力を生かしきれていないと藤本監督の手腕に疑問符がついています。今オフに監督交代となれば、二軍監督の小久保裕紀氏や工藤氏が次の監督の有力候補となる。一方、工藤氏がここで侍ジャパン監督を引き受けてしまえば、任期の3年間は拘束されることになり、そうしたオファーが受けられなくなりますと前デスクは言います。ソフトバンクの監督が変わる場合、工藤監督に戻すには少々早い感があり、次は小久保と思われます。そうなった場合、工藤は巨人 OB でもありますから、巨人が優勝請負人にオファーを出す可能性もあります。中継ぎ酷使と散々文句を言われた工藤監督ですが、7回時点でリードしていれば勝率 95% 以上など、僅差のゲームに強いデータはたくさん残っています。今年の巨人の1点差ゲームはほぼ五分五分、1点差をものにしているのは首位の阪神です。以前、巨人で落合監督を見てみたい、落合さんだったらどういう采配を振るうのか、外野の声を俺流でシャットアウトできるのかという声が多かったですが、落合は現場に戻りそうもない雰囲気ですね。工藤は落合のような立ち位置になりましたね。工藤だったら巨人をどう指揮するか、工藤マジックを見てみたい存在になりましたね。原監督交代論まとめ。今回は原監督交代の可能性及び次期監督を7人検証してみましたが、いかがでしたでしょうか。ようやく巨人は戸郷、山崎伊織の2枚看板が確立しました。救援も中川浩太が奮闘しています。大勢が戻ってきたらまた後ろが強くなりますね。打線も秋広、門脇、萩尾、浅野たち若い芽が育ってきて、今後がとても楽しみですが、首位阪神に10ゲームほど離されて時遅し、 CS 狙いになってきました。原監督は今オフに交代するのか、変わるとしたら次の監督は誰が適役なのでしょうか。ご意見がありましたらコメント欄に書き込んでくださいね。この動画が面白いと思ったら
いいねボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。本日も動画を見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。